皆さんこんにちは、作曲家の近藤薫です。本日はですね、コードの押さえ方のお話をしたいと思います。コードいろいろありますが、今日はですね、分数コードの、押さえ方です。分数コードってもう本当に表記で見た瞬間に、うわ難しいと思ってなんかごまかそうとしちゃいがちなんですけども、実際押さえているところはすごく簡単だったりするので、頭を柔軟にね、して、押さえるといいと思います。で今日のね、ご紹介する、分数コードは、G シャープ分の E というコードですね。もうなんかこう見た目から強そうなというか難しそうな感じで、避けて通りたくなってしまうんですけども、まあ、このコードはですね、実際ちょっと押さえると難しいコードでは、あります。このコード、代表的な押さえ方はもちろんあるんですけども、僕はこの3つを使ってますっていうことをね、3パターンほどね、ご紹介したいと思います。最後までよろしくお願いします。はい、コードの押さえ方、分数コード、G シャープ分の E のコードですけども、まず E、これね、下 G シャープがベース音で E が和音っていうね、考え方でいくとですね、E はこの押さえ方ですね。これは皆さんお馴染みだと思います。これに対して G シャープっていうベース音を、加えます、押さえます。 G シャープはですね、そのシャープなんですけども、 G がここですよね。 G というフォームでよく皆さん押さえているとこですね。6弦の3フレットが G ということは、 G シャープは、その半音上の6弦の4フレットになります。ここが G シャープです。ということで、G シャープ分の E ということで、 E を押さえた状態で、この空いている小指で G シャープを押さえて、まあ、弾くのが、G シャープ分の E。 これが割と一般的な、まあ、ローコードなんですよね。一般的な押さえ方であります。ただこれすごく大変なので、まあ、僕はですね、この、5弦はですね、小指でミュートしてしまってですね、こういう押さえ方で、まあ回避するというか、5弦は鳴らさずに、弾いてしまうっていうことが、あります。これがまず一つ目ですね。で、一番最初に紹介したこの一つ目の G シャープ分の E っていうのはですね、一番難しいというか、とても難しい、コードでございます。そもそもね、G シャープ分の E っていうコードはどういう時に出てくるかっていうとですね、キーが A の時ですね、まあ、A の時とかにね、ベースが半音ずつ、こう加工していく時に出てくる。あと、キーが D の時、まあ、弾き語りなんかの話ですよね。キーが D の時にですね、まあ、ちょっとアクセントで入ったりとかね、することがあったりとか、もちろん他のキーでももちろんありますけども、その辺でよくね、弾き語りなんかは出てきます。で、2つ目の G シャープ分の E なんですけども、1つ目のこのね、フォームがとても覚えにくいし押さえにくいので、2つ目は僕はね結構使うんですけども、それはですね、 G シャープ分の のこのベースの G シャープは、場所は変わらないです。ここはね一番低い G シャープなんで、ここは、次も使います。で E のフォーム、この E を、別の E を押さえることによって G シャープ分の E を完成させます。別の E はどこにあるか、まず D というフォームを皆さん、ご存知だと思います。この D の、半音2つ上が E になりますよね。この D を、半音2つ上に上げてください。はい、ここが E です。ここは E ですね。これに対して G シャープ、ちょうど親指で押さえられる場所にあると思います。これが G シャープ分の E であります。はい、これ押さえてみて分かったと思うんですけども、じゃあ4弦の解放はどうすればいいんですかっていうお話なんですけど、4弦の解放は、鳴らしてしまうとダメなので、ミュートしましょう。これは親指でグッと押さえた時に、ミュートする感じでもいいですし、この人差し指でね、ちょっとこの触れてあげてミュートするやり方でもいいと思います。ただ僕はこの G シャープ分の E を押さえるときはあんまりストロークの時には使わずにですね、まあ、割とアルペジオの時にね、使ったりすることが多いです。こんな感じで、感じでアルペジオで使うことが多くて、アルペジオの時だと弾く弦だけ押さえておけばいいので、この4弦の解放はミュートしてなくても、この3本だけ、鳴らしてあげるみたいなことがね、可能なので、アルペジオの G シャープの E の時にこの2つ目が有効だと思っていただいていいと思います。
はい、それから3つ目の G シャープ分の E の紹介です。これはまあ使用頻度はアコースティックギターの弾き語りでの使用頻度は低いかもしれませんが、もうちょっとねこっちのハイコードというか高い方のフレットを使います。 G シャープはここにあるんですけども、こっちの方にもね G シャープっていうのはもちろんあってですね、まずここはドですよね、5弦の3フレットがドなんですけども、ドレミファソシディイF、G、5弦の10フレット目が G の音です。で、G シャープは、5弦の11フレットが G シャープです。ここを、ベース音の G シャープとして使います。で、じゃあ E はどうすればいいっていうことで、まあ、ここら辺の E でね、ここが G シャープ使うことなんて不可能なので、E はね、ここの7フレット制覇の E がございますよね。ちょっとね初心者の方は少し難しくなってきたかもしれませんが、7フレットを押さえて5弦ベースの、E がございます。ここの E をコードと考えて、先ほど言った11フレットの G シャープをベース音にします。どういうことかというと、ベース音をこっちに移動させる、こういうことですね、はい、こういう押さえ方になりますね。この11フレット、5弦11フレットの、G シャープの音を薬指で押さえます。あとは先ほどの E のね、フォームを思い出してもらって、9フレットの2、3、4弦目を人差し指で押さえます。そうすると、まあ、こんなような感じの音になりますね。ね、これも、アルペジオでね、割とスライドを使った時とか、弾き方をすることが可能なので、ちょっとニュアンス的に高い方の音を鳴らしたいなっていう時に、使ったりします。はい、G シャープの E というね、ただでさえ押さえにくいコード、これをね別のパターンで押さえられないかっていうお話を、させていただきました。この3つのパターンで僕は弾き語りとかね、ギターを弾いています。はい、ね、この一つのコードに特化した、解説動画っていうのを上げたのは今回初めてなんですけど、まあ、ちょっとですね、普通のローコードとか、まあ、歌本に載ってるような、タブ譜のね、コード押さえ方以外になんか実用的な押さえ方はないんですかっていうような質問もあるので、ちょっと普段僕が押さえている押さえ方っていうのをですね、ちょっとこういうふうにご紹介できたらなと、今後思っておりますので、ぜひ、ご覧になっていただければと思います。本日のお話は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。